休暇のため、官邸から上陸してきた下士官、兵の宿泊施設として、昭和11年に建てられたのが、この呉海軍、下士官兵集会所になります。ちょっと、位置関係を確認しましょうか。ここで、毎度おなじみの国土地理院の航空写真になります。赤丸のところが、下士官集会所。上にある呉線から南側が、おおむね呉鎮守府用地になります。下士官兵集会所の、裏の山の上にあるのが、呉鎮守府長官舎。白丸のところが、呉鎮守府本庁舎で、大大色丸のところが、海軍に入ってきた新兵を、教育する、呉海兵団跡。この敷地は現在も、同じように新入隊員を、教育する呉教育隊として、使われています。鎮守府本庁舎の下にあるのが、呉海軍工廠の跡で、現在は民間の造船所になっています。で、みんな大好き大和ミュージアムは、緑丸のところになります。とまあ、そんな感じで、海軍施設の端の方にある建物だったわけです。下士官兵集会所の前に来ましたよ。現在は、この世界の片隅に、の幕やらパネルやら貼ってありますが、自衛隊がこの建物を使うのをやめた後、ベニヤ板で入り口やら窓やらを閉じられた状態だったので、これで良いかなぁ、と思わなくもないです。この建物の1階部分は、購買所、いわゆるスーパーマーケット的なもので、一般の人でも買い物ができたそうです。外壁は赤茶色に塗られていますが、建てられた当初は白っぽい色に塗られていました。ここら辺から窓にパネルがはめられています。いや、まあね、なんか違和感がなきしにもあらず、なのですが、中から、色あせたり、破れたカーテンが見えたりしてた状態ですからね。で、ここの角のあたりに、万兵の人が立っている保証塔があったそうです。で、角を曲がって少し行ったところに、上官官舎と海軍病院がありました。で、この通りには、こういうね、ご当地マンホールがあります。まあ、それはそれとして、この世界の片隅に、の監督、片渕砂押が4月1日にここに来て、一筆書いて帰った、って話を聞いたのですが、おお、ここにあった。なるほど。で、ですね。この一筆の反対側にある、これも、片渕監督が書かれたものなのでしょうね。保存は決まったものの、活用法が定まっていないこの建物ですが、活用法が定まっていないこの建物ですが、